見てください。このね、私のおすすめの横浜のお菓子なんですけどもちょっと出ちゃってますが、はい、こちらになりますね。で、中身がこんな感じになっておりまして、はい、めっちゃこの中にね、こんな濃厚なガトーショコラが入ってて、これを今から食べたいと思います。これマジでね、人前で食べるのマジでむずいです。はい、おー、かわいい、かわいすぎる。こんな愛おしいフォルムになっていて、はい、愛おしいフォルムでですね、そう、これは横浜の PR なので、いただきます。むずっ。うーん、おいしすぎる。めっちゃ濃厚だからね、ボロボロ落ちないです。おいしい。おいしい。今日は子犬ヘアです。商品名教えて。うん、レンガ横浜。めっちゃ美味しい。なんかどこに売ってんだろう、これお母さんが買ってきてくれた。何味だっけ、チョコ。OK です。ほんとね、人に見られてなかったらバクバクいけんですけど、うん、見られてるんで、うん、めっちゃ濃厚。めっちゃ濃厚です。あ、手に乗った。おいしい。今度小田さんのこと TikTok に載せていいですか？いいですよ。もう最近 YouTube とかにも勝手に上がってるんだよ、切り抜きとかで。全然いいっすよ TikTok。 うん、YouTube は嫌です。ワンワン、
夜何食べたのだって、タコとキムチチゲともやし。お代理は犬っていうより猫みたいだって。いやそれはそうです、私はね猫なんです、気まぐれで。うっ、歌いたい曲でもないんです。おすすめあります？どうしよう。どうしよう。こうやって歌えようって言ったけど、歌いたい曲がない。50cc バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり日差しがうらら、心で雨を舐め
Everybody can, everybody suck。 次は何かいいのあるかな。どうしたいの、くるみをわからかたいから、その中に何がある、心を開ければその先はわかっているでしょう。ドゥドゥドゥ、目と目が合った時何かしら感じたのよ、消していても鼓動が伝わったわ。少し離れた場所であなたはそんな素振りも見せずに行く。どうすればいい、くるみ終わったら聞こえたわ、閉じ込めたその声が真実したらもう元に戻れなくなるでしょう。 No, 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 no。 その手に包まれてゆっくりと持って遊ばれ、愛が揺れるように悲鳴を上げているわ。お構いなしに力入れたらちょっと抵抗もできない。 Yes。 どうしたいの、パパとかママには内緒なの、いけないと言われてた、夢ならそれでもいいけれど潰していいかな。ドゥドゥいい、くるみ終わったら始まるわ、粉々なのそのモラル、アダムとイブより愚かでもなぜだかしたくなる。くるみ終わったら硬いから、その中に何がある、心を開ければ禁じてた何かが美味しい。ルルドゥ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 。久しぶりにやったこれ。君の夢が叶うのは誰かの影じゃないぜ、風の強い日を選んで走ってきた、飛べなく。やばい、なんか配信切れちゃった。パディバニー歌ってたからかな。
なんかいいのないかな。負けへんで、負けたらあかん。負けへんで、負けたらあかん。ああ、見渡せばあっちもそっちもライバルや。ああ、あんたあってな、恋の倍率が高すぎて、言うても織姫で肩越しにならんかったら恋やない。その可愛い子と突き倒しちゃうくらいに、口も見えも外文も全て捨てて戦うで、勝ち組やてんぺんてんぺん、とったんで欲しいものは欲しいわ。女のてんぺんとったんで、こんな気持ち初めてや、好きやねん。 Hey 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 Hey。 女のてんぺんとったんで、じっと耳を加えて見てるだけじゃアホやで、砕けてなんぼや。Look up、 あれが北側県。
綺麗なのは彼のおかげ。決心のきっかけはいくつ
一番楽だった。誰かと一緒にいると僕は僕じゃない。小さい頃からブランコが好きで、シーソーに乗っている時はただ相手に合わせた。気づけば君はいつの間にか僕のすぐ近くにいるのに、僕は僕らしくそう普通でいられるのはなぜだろう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつも紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって幸せだ。リンゴを剥くとき母親の指先が全て聞いてしまいそうで、嫌いと嘘ついた。何も欲しいと言わなければ永遠に傷つかずに済む。僕は何回かそのかさぶたを見て学んだ。望まない、これが恋と知ってしまったんだ。一本のコーラ二人の急に僕たちはドキドキとして、お互いに異性だと思い出す。今まではきっと逃げてけけけけ、君のことを失うのが怖い。片思いなら黙っていればいい、両思いなら気づかなければいい。話したい誰かがいるわて、僕の部屋片隅で漫画読んでる。君とだったらシーソーを登ってみよう。それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるまで幸せだ。
そいやそいや。そいやそいや。え？週末にキスをしようぜ。それまでお預けの家。地下鉄の駅人混みの中、背中押されて切なくなるよ。そのぬくもりに思い出すんだ。君は何をしてるのだろう。離れて暮らす僕たちの日々は、ビルボードのビジョンよそ見してもため息の風船膨らんでくよ。破裂しそう世界中の恋人たちは、会えない時間に愛を深める。週末にキスをしようぜ。それまでお預けの家。君に走り寄り腕の中で、週末にキスをしようぜ。平日の二人の家、あともう少しで君のことを抱きしめられるよ。同じ毎日退屈すぎても、数日間の我慢じゃないか。楽しい予定を思い浮かべてやりきろうぜ。辛いことや悲しいことはしっかり目を見て聞いてあげる。寂しさを走り抜けよう。愛しさに向かって Go ahead。僕は自分にも言い聞かせたい。寂しさを走り抜けよう。幸せな時へ Go ahead。 どれだけ大切か、会えないから分かり合えるよ。一緒に目を閉じて思い浮かべよう君の笑顔。まだ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 の家、愛し足りない。週末にキスしようぜ。それまでお預けの家。走り寄り腕の中で、週末にキスをしようぜ。平日の二人の家、あともう少しで叶うはずさ。寂しさを走り抜けよう。愛しさに向かって Go ahead。
僕は自分にも言い聞かせたい。寂しさを走り抜けよう。幸せだと消え go ahead。 どれだけ大切か、会えないから分かり合えるよ。はい、ちょっとね、ちょっと疲れたんで休憩、お休憩。まだ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 の家愛し足りない。今日は髪の毛ちょっともう落ちてきたけど、ちょっとふわっと系にしましたよ。どうですか？お母さんに髪といたって言われた。いや違う、こういうやつって言ったけど、うん。最高です、ありがとう。ちょっとね、落ちてきたけど、もう上。まだ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 の家愛し足りない。週末にキスの、ただの金髪になってきたって。え、それな、そう、色落ち、もう色が落ちてきちゃった。結構金に近いかも。でもそんな金じゃないんだよね、よく見たら。まあ、光の加減ですけど。どうですか、プリンになってきたかなって。あんまりまだそこまでですね。ロックシンガーみたいだって。嬉しい、ありがとう、褒めてくれて。ちょっとフランス人。あは、ボンジョルノ、ボンジョルーノ。え、てかなんでこれこうなっちゃうんだろう。イタリアやんってきた。待って、ボンジュールってイタリアか。フランス人、フランスはメルシー、メルシーか。あ、ジュテ、あ、ティアモ、ティアモ。まだまだまだ。顔面が2倍可愛く見える。金髪だと。一回持ち上げます。今日はチーク黄色で、口も黄色で、マスカラはなんか謎のめっちゃ黄色みのある茶色で、アイラインも茶色にした。今日黒、え、ってか見てください、ここにキラキラの石。なんかね、手についてて、これがなんか目につけた。なんかね、ついてる。手についてた。なんか「まだ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 の家愛し足りない」花ピ。どうですか、似合う。
可愛いだって、ありがとう。これ何のキラキラなんだろう。まだ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 愛したり、週末にキスをしようぜ、テレレレレレテルの家、君に走り寄り腕の中で、スタンドマイク持って歌ってほしいだって。エリちゃんの顔面になりたい。嬉しい。私の顔面になりたい人、抽選で3名様にこの顔面プレゼントします。はーいだって。はーいはーい。おお、いっぱいいる。じゃあ抽選で3名様にこの顔面をプレゼントしたいと思います。抽選結果は後ほど。いいことあった、だって。いいこと？もう普通の日でした。家族でご飯食べて、普通に買い物、ちょっと買い物してって感じで、めっちゃ普通の日でした。なんか買った？買いましたよ。買いました。週末に来てしようぜ、それまでお預けの家、君に走り寄り。で、髪の毛自分で染めたの？いや、美容師さんに染めてもらいましたよ。ちゃんとちゃんと美容師さんがやってくれました。3時間かけてやってくれた。朝の9時から、朝の9時からやってもらった。3時間。めちゃ眠かった。めっちゃ早起きした。でも私急にね、それを突発的に、あ、おお、すごい、なんかミラーボールありがとうございます。私本当なんか計画性とかじゃなくて、もう本当突発的に思って行動するタイプなんですよ。だから美容院でブリーチする時も、前々日ぐらいに行ったのかな、空いてますか、その日行けたりするんですかって言ったら、ちょっと厳しいですって言われて、まあ、なんかちょっと、まあ開店前からめっちゃ朝早かったら行けますってなって、じゃあそれでってなって、そうで朝だったの、9時。そう特別枠。そう、それで髪の毛をブリーチしてもらって、髪の毛の色を明るくしてもらいました。ブリーチ染みた、めっちゃ染みたし、熱かった、めっちゃ痛かった。なんかあんま痛くないなと思ってたんですけど、普通に痛かった。
ライオンっぽいだって。え、嬉しい。私ライオン好きです。ライオン、トラ、トラっぽい、チーター。腕の中で週末にキスをしようぜ。平日は二人の家、あともう少しで君のことを抱きしめられるよ。トゥルルルトゥトゥルルルトゥ。エリちゃん、パーマメントじゃないのって。パーマメントって何？パーマメントって何ですか？教えてください。パーマメントって何？パーマってこと？パーマ当てたい。でもさすがにそれはね、ちょっとほんとやばいんで。パーマ当てたらそれはさすがにおしゃれすぎるからな、やめときます。それはさすがにやめときますね。うん、パーマしてみたい。だってさ、いつもヘアメイクさんが髪やってくれるからさ、なんかパーマとか勝手にかけちゃったらさ、なんかだるみたいな、だるだるだるやんってなっちゃうかもしんないからね。そう、こんだけ明るくするときさすがにマネージャーさんに許可取るのだって誰にも言わなかったです、私。何にも許可取んなかった。なんか誰にも言わなかった。なんか一人女のマネージャーさんになんか喋ってて、なんか私今度歌唱力の時に愛子さん歌うんですみたいになって、愛子さん歌うんですよねって言って、いいですねみたいな、楽しみみたいになって、それでって愛子さん歌うから髪の毛も愛子さんっぽくしたいんですよねって、そうちょっと言ってみた。したら、ってすごいみたいな感じで言ってて、別に染めますとはそんな言ってないけど、染めたい、やりたいんですよねみたいな言って、ちょっと反応見て、そう、でもそれぐらいマジで。だから何も誰にも言ってないから、スタッフさんとかにも、あのだから髪の毛染めてすぐレッスン場のカラオケルームで歌の練習しに行って、出たもうカラオケルーム、それで8の日のリハだったから、リハまで直前まででカラオケしてて、でカラオケ出た瞬間もうスタッフさんとかが、えみたいな、え小田ちゃんどうしたのみたいな、どうしたのみたいな、小田ちゃんみたいななって、そう気持ちかったですね。すごい注目されて、どうしたみたいな、不思議な目されて、びっくりされて、めっちゃ最高でした。はい、どうしたみたいななって、そうそう、それでそう、あるそうマネージャーさんが、そう、アイコみたいやみたいな感じになって、そうですって、歌唱力でアイコさん歌うのでって、アイコさんみたいにしましたって言って、そうで、みんながおーみたいな感じになって、うん。そう、愛子さん、そうでも似合ってるってやっぱ言ってたみんな。で私も似合ってますって、似合ってると思ってますって感じ、本当に、うん、うん、でもね、まあ別にいいんです、これが好きじゃないって人もいると思うので、そこは別にそう無理に好みを曲げることはないんですけど、そう私はね気に入ってます、うん、うん、そうでもね YK にも言ってなくて、
あの YK のマネージャーさんにも全然言ってなくて、それはちょっとやばいなと思ったんですけどそう、でも全然似合ってるってめっちゃ言ってくれました。そう、その髪型いいねみたいな、髪色いいみたいな、めっちゃいい、似合ってるって褒めてくれた。うん、そう、優しい人しかいないんです。そう、 YK 妹さんの感想はヤバって言われました。グループライン、家族のグループラインに送ったらヤバってきた、お母さんから。お兄ちゃんは喜んだ、だってお兄ちゃん多分知らないと思う、私がこの色にしたの。うん街を歩いてたら目立つんじゃない、だって。え、全然、関東はねこういう髪の色の人いっぱいいるからね、全然目立たないよ。その黒服でその髪色だとマイルドヤンキーっぽいだってやったヤンキヤンキー用語なんか言ってだって。なんだろう、ヤンキー用語、なんだろう、あ、やべ、今日ボンタン忘れたかな。そう、ズボンは履かないと、皆さんズボンをちゃんと履きましょう。君の夢が叶うのは、特攻服着てほしい、だって。え、着たい、着てみたい。私学ラン着るの夢なんですよね、結構。私学ランがすごい好きで、学ランが大好きで、本当に結構ガチで学ランを着てみたいんです、一回。そう、やっぱ学ランっしょって感じ。うん、
いや結構ガチのやつ、結構ガチの学ラン、学ランがめっちゃ好きなんです。全然ブレザーより全然学ラン派、私は。学ランいいよね。中学学ランだったって、いいな。学ランいいな。君の夢が叶うのは誰かの影じゃないぜ。風の吹き日を選んで走ってきた。飛べなくても不安じゃない。地面は続いてるんだ。好きな場所へ行こう君。今度初ライブ見に行こうと思います。だってお、初ライブ、ソロライブかな。来てね。まだ応募受付してないけど待ってます。その髪色のショートがどうしても気になるおじさんです。だって私ね、そうショートカットもいいかなと思ったんですよ、この髪色で。そう、切るか迷う。舞台あるからなっていうね。ショートカットにしたい。分かんないかこれじゃ。バレー部とは言われないよ。そう、バレー部とかバスケ部とかってね、言われない髪型がいいな。親からグレたって言われない。だって言われない、グレてないから。なんかバレー部ですいません。だっていやいや違うんです。なんかスポーツできそうみたいなイメージが持たれるのがすごい、すごいなんか申し訳なくて、私スポーツできなすぎんで、そう、そういう意味です。障害忘れることはないで。エイトも明るい髪の子多くなった気がする。だって今逆に少なくない？前の方が結構多かった気がする。今結構みんな髪割と暗めな気がする。一時期めっちゃさ、みんな明るい時あったけど。そう、うん、どんどん、うん、ことはないでしょう、久しぶりに来ました。さらに可愛くなりましたね。だってありがとう、久しぶり。友達の反応はどうですか。だって友達もねめっちゃ褒めてくれる。可愛いわねって褒めてくれたよ。
エリちゃん可愛いわねって、可愛いじゃないのって褒めてくれる。いやマジでこういう喋り方なの。友達のキャラ強いです。私の友達はみんなキャラ濃い。美容師さんに髪の毛染めても大丈夫なのって聞かれなかったって聞かれました。でも大丈夫ですって言いました。大丈夫です。大丈夫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 。エレタンさん、エレタン来たな。だってエレちゃんなんてコメント来た。盆栽が趣味のエレちゃん、 ST じゃなくてあの HKT の坂本エレナさん、通称エレちゃん。エレちゃんウィキペディアに盆栽が趣味って書いてある。可愛いってさ。だってありがとうございます。エレちゃんそう盆栽が趣味らしい。うん、そうデマ情報がウィキペディアに書いてあったらしいよ。怖っ。うん、すごい。なんかゴチの新メンバー教えてくれてありがとう。なんか気になってたんだよね、ゴチの新メンバーさ誰だろうって。さっきまでさゴチ見ててさ、新メンバー誰かなと思って教えてくれてありがとうございます。2人目はまだで、あ、そうなんだ。うん。ララ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 ラ、君の前から消えた。ララ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 ラ、もっと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 ね、もっと。そばにいたかった。今日買った、今日買ったよこれ。なんか可愛いから買った、ね、もっと。あ、コスメの話になっちゃった。かそりますコメント欄。でもこれ塗ってみたら結構癖強かった。この色とこの色が珍しいなって思って塗ってみたらね、結構癖強くてビビった。エリね、あ、エリねとか言ってた。私ね、このここここここをこれ、ここここをこれでね、あの効果にしてみたら結構癖強くて笑っちゃった。うん、でもこれは多分良さそう。塗ってみようかな。
私24歳です、まだ25じゃないです、まだ。そこだけはちょっと訂正させていただく。マジで私はまだ24歳です。よろしくお願いします。以後お見知りおきを。はい、それはちゃんと。もっと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 ね、やばい、やっぱ愛子様すごいわ、なんか頭から離れない。もっと人メーカーやなぁ、マジで。他に訂正することない？え、めっちゃありますよ。でもちょっと言いすぎるともうめんどくさいんで、はい、もうなんか勝手にもう盛り上がっちゃってるじゃないですか、もうすごい。そう、もうめんどくさいから、そう、よいしょよいしょよいしょ。目が泳いでる。目泳ぐでしょ、あんな緊張したよ。目泳ぐっていうかコメント欄の反応がなんか、みんながなんかすごい、なんかどんなコメントが来るかめっちゃビビっちゃって、めっちゃ目泳いじゃった。もっと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 ね、もっとそばにいたかったんだ。でらら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 、でも本当に可愛い色、私じゃないみたい、マジでこの色。私なんかね、ネイル塗るのうまいかも、マジで。まだ一度塗り、すぐね塗れる。職人です。もっともっと、やばい、マジで愛子さんの歌が離れない。もっとね、やばい、明日カラオケ行こう、絶対愛子さん歌おう、絶対歌う。もっと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 ね、もっとカラオケ行きたいよ、今日もね行こうと思ったんですよ。愛子さん好きになった、だって、え、いいよね。ライブ行ったらなんかもう1曲に3回ぐらい泣いちゃいそう。そう、なんかさ、ほんと私感受性豊かなんですよ、結構。マジで歌とか聞いててね、全然泣いちゃうんですけど、マジで愛子さんのライブ行ったら絶対マジで泣いちゃう。
なんでだって、なんか良すぎて。やばい、ちょっと失敗したかも。リセット見てか、見て、ね、泣くから分かるよだって。あさってのリセット頑張ろう。もしかしたらさ、私最後のリセットかもなって思ってんだよね。だって舞台稽古始まるし、そう、最後かなって思ってやります。まあ、最後とは言われてないけどね。ね、最後千秋楽とかさ16人でやりたかったな。なんかまたコロナがねすごい流行ってるから16人でやりたかったけど無理そうですね。エリちゃんは学校の卒業式泣いた。だってめっちゃ泣いた。小学校中学校めっちゃ泣いた。高校泣かなかった。なんかね、小学校中学校はめっちゃ泣いた。でも高校ね、なんか実感がなかったよ全てにおいて。なんか最後の方学校行ってなさすぎて休みまくっててね、お仕事で。なんかこれで終わりっていう実感がなくて、そうだからもっとね、もっとみんなと絆を深めたかったです。そう、気づいてたら終わってたって感じ。学校高校はでもいいんです。普通に AKB の活動してたし、そっちが一応ね、やらせていただけたことが本当に嬉しかったから、高校の時は。高校あっという間でしたね、マジで。私は中学校が一番楽しかったかな。私マジで中学校謳歌しすぎました。塗るのうま。中学何が楽しかった？全部。やばい、中学の時本当楽しくてやばかった。色いいけどちょっとケバくない？だって、ね、なんかちょっと派手だよね。でもまあ、まあ塗っちゃったから、塗っちゃったもんはしょうがねえ。ネイルどこの？だって、これなんて読むんだろう。なんか TO スラッシュ1
なんでそんなにうまく寝れるの、だってわかんない、なんでこんな寝れるんだろう、わかりません。これです、あ、これこれ、このメーカー全然ぼやけ直んないじゃん、これこれこれ、トゥントゥントゥン、ブンブンブン、蜂が飛ぶ、お池の周りになんとか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 、みんなでお揃いにしましょう、この色。新色じゃない？なんか初めて見たこの色。お代理ってアイシャドウ何使ってる？だって私のアイシャドウ？ちょっと待ってね、今爪塗ってるからね。最近はね、怖いとか。最近はなんか私ずっとデパコスしか勝たんだったんですけどね。私デパコスしか勝たんだったの。アイシャドウは。いつもデカポスじゃなくて、あのデパコス派だったんですけど、変わったんです。先月の、あ、先月、千年の、千年じゃない、去年の冬ぐらいから変わったんです。うん、ちょっと乾かないかな、早く、うん、早く乾け。乾かない。私は これいつも、あ、めっちゃ反射する、スックのアイシャドウいつも使ってました。めっちゃ色が可愛いんです、マジで。ちょっと汚いかも、汚いから隠すね、ちょっとやばい、隠せない。これめっちゃ可愛くない？これ、この色、これ使ってたんです、オレンジの。これをね、あの使ってたんですけど、最近はね、まあ、これもちょっと使うんですけど、最近本当私お気に入りのアイシャドウがある。でもめっちゃ可愛くないですか、今のアイシャドウの色。めっちゃお気に入りのアイシャドウがあるんですよ。マジでこれ本当好きなの。もう私ね、これ最高。私アイシャドウをマジで100個ぐらい持ってる、結構リアルに。あとこれも好き、このキャンメイクの、これこの なんてこういう色、テラコッタカラーみたいな、これもお気に入りです。これもいい、マジで。で、私が最近使ってるアイシャドウは、見せたいよ、見せたい。でもみんな興味ないかもだけど、もっともっともっと、もっと、あ、よっしゃ、完成じゃない、じゃん、これです、このアイシャドウ、この3つ3色、これがね、ほんと好きなんです。あれ、マジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズ、これマジで私もずっとこれ使ってる、最近
これが神、これ神。これめっちゃいい。このね、何番だって。これはね、BE286 と BR381 と、あ、間違った。BR331 と、あと BR583。これめっちゃいいよ。まずね、ちょっとこの筆をですね、この BE286、マジ紙なんで、これはね、ちょっと細いやつでちょんちょんちょんってやって、こう目の下のここにシューってやるんですよ。そう、この涙袋的なねところにやって、このまぶたの上にもちょっと広めにこうやってやるんですよ。こうやって塗りましてって感じで塗りまして、そう塗りましてね。でこれはそう、まあ、全体に塗りまして、この2色あるじゃないですか。あ、おうちおうち、この2色あるじゃないですか。でこの薄い方、薄い方ですね、まあ、開けまして、この取りまして、取りまして、目のこの目の半分ぐらいのとこまでこうやって塗るんですよ。こうやってね、目の下の半分とこまで塗りまして、でこれも結構広い範囲に結構塗りましてって感じで、そう塗りましてって感じで、いい感じに塗りまして、そうで、この最後に一番濃い色を、まあこの二重の中に塗りましてって感じですね。二重の中に塗りまして、でもちょっと際、ちょっとここのね際部分にちょっと塗りましてって感じでメイクしてます。そうティアンので、最後にですね、あ、これじゃない、これであのよく眉毛とか描くんですけど、このエクセルのこれで眉毛とかもこうやって形とかこうやって調整するんですけど、これで最後ここ涙袋みたいな線にね、こうやってできるところにこうやって線をビーって引くんですよ。そう、線ってわからない程度にね、こうやって引きまして、でこれで涙袋を作るわけ。これでそう、毎回私はそうやって涙袋を強調してます。はい、てな感じですね。そう、こんな感じやね、メイクは。うん、どうですか、どうでした。そうやってやるのか、だってそうやってやるんですそう、でもね、ちょっと 目の私ここの縁ちょっと茶色くないと無理なんですよ。だからこのスックの一番茶色い色をこの目尻だけにこうやってね、毎回こうやって乗せてますね。はい、であとはちょっといろんなラメとか乗せたりしますけど、私の基本、おうち、基本のアイシャドウメイクはこれです。はい。最近ずっとこのメイク。うん。ネックレスここ回ってきちゃう。って感じですね。髪色変えてもメイクは一緒だって。いやでも今日は結構茶色系のメイク。今日チーク黄色だし、いつもさピンクとかだけど今日チーク黄色。黄色チーク、オレンジにした方がいいのかな。オレンジ持ってたけどどっか行ったな、買わないと。今日はチーク黄色、わかる？黄色って
黄色のチークって使いやすいですかって、使いやすくないです。絶対ピンクの方がいい。でも黄色にしたいんです、なんかちょっと変わりたいから。わかる？黄色、そう、黄色のチークにした。なんか面白いじゃん、いつもと違う方が。私毎日同じって嫌なんですよね。結構ずっと同じ変わらないっていうよりかは、なんかちょっと変、ちょっと変かもって思う日があってもいいと思うんです。うん、そう、そうって感じです。愛子先生、マジでライブ行かせてください。愛子さん。また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 ね、またそばにいたかったんだ。ベビー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 。君を抱きしめたいたい。ライブしたい、私もいっぱいいっぱいライブしたい。手を振って、ベビー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 、抱きしめてくれ、かけがえのない愛しい人よ。ベビー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 。めっちゃチーク黄色だわ、だって黄色。今の髪型、今の髪でしたいアレンジ、めっちゃあるよ。ねじりハーフツインしたい。キュロロン。この夏君と私は二人きり、プチュチュチュミナミスタベイビー、ミニアスマイ、君みたいな花、君みたいな、ルル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 、寝たいってクレイジークレイジーイエロースマイル。黄色いチーク髪色に合うね、だって。ほんと黄色いチーク流行らせよっかな、インフルエンサーになる。なんか私チーク、なんかわかんないんですね、正解が。一回もあチークいい感じになったって思ったことはない、普通に。だからしない方がいいかなってぐらい。ピンクのチークとか濃いとさ、なんかなんか違和感あるし、黄色とかがちょうどいいかも。うん、この夏君と私は二人きり、ミックチュチュチュになるかね、
オレンジも持ってたけど、オレンジ、うん、黄色いいな。黄色、メイクさんに、そうだね、メイクさんに聞いてみる、明日はチーク買いに行こっかな、いっぱい。この夏君と私は二人きりに、どうですか、ヤンチーですか。どうですか、イケてる顔。なんか弱そうだって。弱そうですか？マジ？ちょっとこれで癖つけとかないと。明日センター分けで生きてこっかな。これで一回癖つけて。ね、癖つくかなこれで。これで癖をつけましょう。ドライヤーでうおーって分ければいいの？マイキー、やばい、マイキーって言われた。マイキーらしい。何、マイキーってこんな感じなの。マイキーでーす。こうやってやったら人増えるかな。今マイキーめっちゃ人気だから。増えるかな。人増えるかな、これで。ひよってるやついる。ひよってやつ、ひよってるやついる。いねえよな。ちょっと本当わかんないんですけど。ひよってるやついる。いねえよな。わかんない、本当にわかんない、今100人ほど増えてたって。やった、マイキーコスしてます。マイキーです。マイキーポーズってないの。
マイキーマイキーって誰だろうって、マイキーっていうのはあのなんか今東京マンジーリベンジャーズっていうなんか漫画かアニメかがなんかすごい流行ってるんですよ日本で。それのなんか人気キャラらしい、2番手だけどめっちゃ人気らしい。しかしイケメンだな、だって。ああ、皆さんとどっちがイケメンですかね、私と皆さんは。勝負ですね、どっちがイケメンか。待って、愛子さん愛子さんのライブ行きたい。やばい、マイキーコスに釣られてめっちゃ視聴者数増えてない？やばいやばい、ちょっともう、やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう、何しようかな、やばい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 、どうしよう、やばい、2000人増えたって、やばくないマイキー人気すぎでしょ。また年を重ねていいよ、いなすあなたの影、私の リサイタルでもまた愛子さん聞けるのだって。もう今のとこマジで今瀬取り考えてって言われたらマジ愛子さんしか入らないです今瀬取りにマジでなんかストリー今考えてって言われたらマジで愛子さんしか今瀬取りに入らないぐらいもう愛子さんが好き、うん、もうハマっちゃってんの今。うん、あ、そう、頭の中だって今日もずっとキスハグ聞いて襟足聞いて、もうやばいの、もうキスハグと襟足を交互に聞いて
愛いんです。ハマっちゃってんの今愛子さんに。もっと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 にもっとすぐになかったんだ。愛子さんはファンと結婚したんだって。だってえ、そうなの。愛子さんでもなんかすごい嬉しかったよ結婚って聞いて。しかも去年結婚してたんだっけ。ずっと隠してたね。相手のこと大事にしてるんだよ愛子さん、さすがっす。いいな愛子さんとさ結婚とか絶対楽しそう。毎日が可愛いし、可愛いしさ、やんなみたいな、なんかもうずっとキュンキュンしちゃいそう。うん、いいなあ愛子さんと結婚とか。うらやましい。私と毎日過ごすのは無理って方がコメント欄に結構います。でも大丈夫です。私は、はい、私はもう一人で生きていくので私は一人でこの後の人生も過ごしていって、すごい一人でずっと過ごしていくので大丈夫ですはい、皆さんはね、そう、はい、皆さん、そう、皆さんは楽しい人生を送ってください。うん、なんか幸せになってって優しいですね皆さんすごい。私は本当に今みんながこうやって配信見てくれてることが本当に幸せです。歌聴きたいとか応援したいとか SNS でコメントくれたり、可愛いとかってつぶやいてくれたり、いいねしてくれたり、リツイートしてくれたり、してくれていることだけで今とても幸せです。うん、マジで。やばい、充電が、目泳いでなかった。だってもう泳いでないですよこれ、真実。目が泳いでても嘘じゃないです。充電が
しんどい、マジで目泳いでる指摘しんどすぎ、なんじゃあどうやって喋ればよかった、もうずっとこうしとけばよかったかなねえ、もう一回マイキーで1万5000人超えるやつ、よっしゃ、もう一回もう最後にもう一回マイキーするか、マイキーに塗ってます、見て、よっしゃ、もう一回マイキーになって視聴者数一回増やすかね、あ、2万とかいっちゃわないかな、人気だからね、マイキーって何、ちょっと待って一回マイキー見とくわ、一回マイキー見よう、マイキーマイキー、お、すごいすごい、こういう感じ、マイキーって結構いっちゃってないマイキー結構いっちゃってんね、こことかじゃない、もう結構いっちゃってた、結構いっちゃってビビって、もうこんぐらいいっちゃってないマイキー、待ってハゲてないよね、結構いっちゃってるマイキー、もうこんぐらいいっちゃってた、え、これじゃマイキーマイキーじゃね、これじゃん、これかね、マイキーこれやね、え、ちょっとやばいマジでこれマイキーや、バズるやばい、バズっちゃう、待ってこれやね、マイキー、ちょっと待ってね、一回バズろう、絶対にバズる、待って AKB のマイキーって一回バズろう、もうこれしかない今、もう今ね、なりふり構ってられないんです、もうマジでバズるならもうバズろう、これでバズろう一回、一回もう構ってられないの、もう一回これでバズろう、これでマイキーです、はいマイキーですね、これは AKB のマイキー、しゃはい、もうバズろう、いっちゃおう、やばい、待ってマジでマイキーに見えてきた、ちょっと一回、ちょっとおでこ広すぎるんで、一回ちょっと狭く見えるように、ちょっと一回ちょっと塗りますね、濃い色、はい、で待って、マイキーね、何のテロップがいいかな、マイキーコス、マイキーです、マイキーなりきり、なんだろうマイキー、何がいい、マイキーなりきり、マイキーなりきりね、はいマイキーね、マイキーどんな、結構もうマイキーじゃね、結構もうちょっと何、上に書けばいいのかな、何がしたいんだ、ちょっと長めに書いてみる、
え、マイキーじゃん、やば。マイキーになっちゃった。え、マイキーやん。もうマイキーでしかないけど。ちょっと待って待って待って。マイキーやん。ちょっと待って、おでこ広。やば。ちょっと。ひよってるやついる。ひよってるやついる。やばい、マイキーいってる今。ちょっとガチなんで。それでね、ちょっとやっぱ出てくんな。目泳がないでよ。だってやばい、泳がないようにしないと。目泳いでたら教えてください。ちょっと本当にガチで。はい、やばい、マイキーやんけ今。ひよってるやついる？いねえよな。知らんけど、マジでマジで知らん。どうですか、マイキーですか？え、待って、この表情マイキー。本当に知らないけど、マイキーです。本当マイキーってきた。やっとやっと。もっと生きてみて。だってわかんない、ちょっとどうしよう。どうですか、りんちゃん、お代理何してんの？だって、今マイキーのなりきりをやって、なんかファン増やそうとしてる。どうですか、どうですか。え、待って、これスクショして、皆さん AKB のマイキーですって拡散してください。マジでバズりましょう。知らないけどマイキーのポーズとかあんのかな。なんか出てきた、俺らは時代を作るって言ってる。なんか俺らは時代を作る、なんか俺らは時代を作るって言ってる。なんか俺らは時代を作る。東万次、なんか言ってる、セリフある。マイキー、東万次、東万次、東万次って書いてある。あ、東万、知らんからな。東万なんだね。てか東万次って書いて東万って読むのすごいな。東万次、やばい、マイキーやん。マイキーでしかない今マジで。やばい、ごめんなさいね、似てて。すいません、この絵面でしか知らないからさ。にわかがバレるとめんどくさいぞ。だって、え、にわかというかマジ知らない、知らないです。本当に好きじゃない、あ、好きじゃないっていうのは、あの、ちょっとデジャブかもしれないけど、
本当知らないくて好きじゃん、あの本当にあの本当知らないんですよ。はい、そうマイキー知らない、本当に。これを機に知ろうだって。分かった、知る。マイキー、みんなスクショしてくださいね、いっぱい。普通に面白い漫画やでね。私もね、前ね、あのカラオケしてたらね、東京マンジリベンジャーズのなんか宣伝みたいな流れてて、すごい面白そう、読もうって3年ぐらい前に思ったけど、2年ぐらい前かな、一回も読んでない。こんな感じですか、マイキー。ちょっと離れた、マジ。マイキークールなのかな、どっちかっていうと顎上がってる系。あ、こういう感じ。分かった分かった。やばい、マイキーファンにそろそろ怒られる。やばい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 。すいません。でも好きです、マイキーさん。わかんないけど、似てるから。顎上がってるじゃん今。どうですか。うん。どうでした、マイキーさんでした。でも本当尊敬してるんで、あの本当にね、すいません、あの尊敬の意はあります、本当に、うん、あの分かんないんですけど、あんまり。でも本当に尊敬の意はあるので、これ真剣に結構なりきってます、今真剣になりきってるので、はい、あの真剣なので、そうよろしくね、そこのところ本当によろしくお願いします。うん。はい。気持ち伝わってますって、ありがとうございます。よかったです。まあ、てな感じでね、そうなんです、本当にもう最高です、イエーウィ、はい、って感じで、うん、まあ、今日の配信はね結構長丁場だったんですけど、皆さん
よろしく、よろしくじゃない、よろしくじゃなくて、あの、どうでした？楽しかったかな？はい、皆さんに楽しんで、回れたら嬉しいなと思いまいき。はい、ではね、じゃあ今日の配信、じゃあ終わりたいと思います。はい、ではじゃあ最後に、じゃあおランキングをね、読みたいと思います。では13位読みます。いきます。13位、国分。12位、中堅。11位、泉。10位、KK3500。9位、ツインピーマン。8位、ひとくまさとる。7位、ごめん先生。6位、ショータと代理しかかたん。5位、東京のスワン。4位、マー、アット、おだし。3位、くるりん。あっと、今日の美女も一番可愛くて最高でした。2位、マッカーシー、アット、おだし。そして1位は、カンタ、アット、カンカン。ありがとうございます。はい。ということでね、じゃあ皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。長かったけど、じゃあ明日の配信でもまたお会いしましょう。ではバイバーイ。